始めたいと思います。こちら 7.5 センチ、こちら頭の方なんですけど、こちら向きにします。この形に。でペーパーカッターがあると便利なんですけど、こちらこの角のこのライン上ではなく、そこより1センチ右に合わせます。ここ1センチ、ここちゃんと線があるので、ここをねこういう感じでずらします。でここ1センチのラインにもなってるので、ここの縁に合わせると分かりやすいです。でこのまま倒して切ると、ちょっとずれました申し訳ないです、はい、こういう形になります。はい、次はこちら白を上にして、こちら3つのこの隅をのり付けして、こちらの 7.5 センチ、こちら体ですね、こちら角に合わせるようにして貼り合わせます。はい、はい、ここまでできましたら、こちら、はい、白を上にして対角線上に折っていきます。そうしましたら頭がこちら左に、黄色の方がねなるようにします。そうしましたらこちら、こここういうふうに斜めに線が行くように折るんですけど、ここ縁通り筋が平行になるようにして、なおかつこことここの幅を同じぐらいにしてから折ります。反対も同じようにします。はい。そうしましたら今度はこちらの先も折るんですけど、ここの幅を1センチほど開けるようにして折ってください。こういう感じで折ります。はい。そうしましたら今度はここ斜めにこういう感じで折ります。ここもちょっとここより平行じゃなくてちょっと斜めになるといいです。でここ数ミリ開けます。でこちらも同じように折ります。でここまでできましたら、一度ざっと全部開いてのり付けてください。はい、こういう感じになってます。でちょっとね、ここもうちょっと角が気になる人はもうちょっとこのように少し折って丸みをつけてください。次は尻尾を折ります。 7.5 センチを半分に切ったサイズです。白を上にして半分に折ります。はい、戻しまして、ここざっとのり付けして貼り合わせます。はい、そうしましたらこちら、この上の部分、ここ数ミリ、3、4ミリですね、から斜めに折るんですけど、こちらこの角、この幅とこの幅を同じにして、こちらの方が三つ折りになるようにして合わせて、こういう感じで折っていきます。ここ3、4ミリになってます。でこちらも同じ感じで、こういうふうにこの角と縁を合わせるようにして折ってください。はい、ちょっとここ難しいですけど、
こう折ったらまたのり付けしてください。次はくちばし 1.5 と3センチ白を上にして半分に折ります。はい、またこちらも開いてのり付けして貼ります。はい、そうしましたらここだいたい5ミリから7ミリ程度でこう斜めに折ります。でここも5ミリから7ミリ開ける感じでこういうふうに折ります。そうですね、斜めに1センチですね、申し訳ないです。でこちらも同じようにこういうふうに折ります。でここくっつくといいと思います、角をね。でこちらも角と角のライン上で折ってもいいですし、少し開けて折るといいと思います。こういう感じ でこちらもできたらここだけでもいいのでのり付けしてください。そしたらここは外れなくて済みます。次は1センチと2センチです。ちょっと細かくなりますけど、こちらも白を上にして半分に折ってください。こちらね、ちょっとこういう風につまむと折りやすいと思います。はい、では開いてこういう風にのり付けして貼ります。はい、こちらを4つ作ります。それでは組み立てていきます。こちら尻尾をちょっとこのあたり、上あたりをのり付けしてここへこういう感じで貼り合わせます。はい、そうしましたら次はこちら足、こういう感じでこのあたりかな、ちょうどここから1センチぐらいで斜めにこのように貼っていきます。でこちらも貼るんですけど、ちょっと反対ですね、反対に貼ります。よいしょ、こういう感じで、こんな感じで貼ります。はい、こちら反対もこのちょっと斜め、かなり斜めのバッテンになるように、よいしょ、貼り合わせます。こうですね。はい、そしたらこのくちばしをこのあたり、半分で全然 OK です。こちらを少しこのようにここはみ出るようにこのあたりで貼ります。次は100円ショップに売っているこの黒の丸シール8ミリがあるんですけど、こちらをこのあたりに貼ります。はい、そうしましたらこれ100円ショップダイソーさんに、まあ、売ってるんですけど、こちらのマスキングテープのピンクがおすすめです。こちらのピンクの一番ちっちゃいやつ2枚をこのように貼ります。はい、ここまでできましたらホワイトマーカーなどを使ってこのように目に点々を入れて可愛く描きます。であとはこちらね、ちょっと模様がね下についてると思うので、もうこの黒のボールペンを使っていいと思います。こんな感じで描いて、ちょっとここにねバッテンを入れるとより可愛くなると思います。はい、これで赤星インコは出来上がりです。はい、オカメインコの場合ももうほとんど作り方は同じです。ちょっとここだけね、まあ、このままでも全然オカメインコになってていいんですけど、ちょっと裏返して少しここ折ります。よいしょ、またねこんな感じで折って
で、ここを少し斜めに折り上げたり、ちょっとまっすぐ折り上げたりしてやると、オカメインコになると思います。ちょうどね、角っぽく、角じゃないな、になると思います。ちょっとホワイトマーカーが崩れちゃったので修正します。はい、次はこちら100円ショップに売ってる、こういうね、また同じマスキングシール、先ほどとは違いますけど、こんな感じでちょっとオレンジっぽい色をちょっと探しますね。この色はいいかな、もうちょっと赤い方がいいですね。赤、こっちだね。これを使ってここへ貼ります。よいしょ、ちょっとずれました。よいしょ、ここへ貼ります。はい、ちょっと調整していきますね。形、左右対称になるように。はい、でこんな感じでオカメインコも出来上がります。こんな感じでぜひ作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。